ということでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。京都大学の防災研究所の中北と申します。よろしくお願いします。今日はとても素晴らしい機会をいただきまして、加藤さんどうもありがとうございました。皆さんでぜひいろいろご意見いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。タイトルは今ご紹介いただきました、ゲリラ豪雨の方の早期探知危険性予測ということです。一部現業化していただいているところまでのお話と、その後の解析の話も少しさせていただきます。で、今日最初、これが今日のコンテンツになります。で、最初は加藤さんからもお話ありましたように、日本で例えば河川の洪水とかですね、あるいは都市中の氾濫、浸水を起こす雨のタイプとして3つに分けています。大河川でも、外水の氾濫、要するに川の水が溢れるというタイプの洪水を起こす場合、それから大河川、国が管理するような河川は、多分溢れないんですけれども、中小河川ですね、大河川に流れる中小河川は多分溢れるだろうという梅雨タイプの、集中豪雨、先ほどの後方形成型バックビルディングタイプの梅雨の典型的なのもこれに属します。それから、ご紹介ありましたゲリラ豪雨ということです。で、突然できるということと、突然出水を起こしたりするという両方の意味で、私たちはまだゲリラという言葉を継続して使わせていただいています。というので、このうちの今右下にあるゲリラ豪雨の話です。で、今日は初めて出ますけれども、7月28日2008年も、7年前になりますけれども、神戸・十和川梅雨明け後ですけれども、単独に近い積乱雲が、神戸の六甲山の方から大阪に向かって流れている短い川ですけれども、その川の上流で、単独に近い積乱雲がどさっと雨を降らして鉄砲水を起こしたと。というで、その鉄砲水で、ここは浸水公園、川を水に親しむ公園ですけれども、川で遊んでいた方50名以上流されて、幼稚園児3名を含むたっと命が奪われたと。というような、災害がありました。浸水公園という非常に皆が笑顔で楽しんでいるところで、突然、悲しい場になるという非常に悲惨な、災害を起こしました。大規模水害も多くの家族が亡くなりますが、こういう一人二人も皆さん家族いるわけで、同じ重みの災害ということで非常に、愕然とした思いがあります。同じように2008年、これはもう先ほどからありますけれども、幹線下水道の中でやはり鉄砲水が起きて、6名の方が流されて、1名は、少し下のマンホールから上がられましたが、で1名は途中のポンプ場で亡くなって、あと4名は神田川で流されて亡くなりました。で、このあとまだ続いているそうなんですが、この間聞くと一滴ルールというのは東京都でありまして、下水管の中も保守をしている時に上に必ず、これは救援の方たちのあれですけど、工事の時にも上に人がいて、一滴でも雨が降ると下から上がってくるようにという措置が今もされているということです。これは東京都の方がこの間お話しされてました。というので、ゲリラ豪雨災害というのは、急激な出水です。突然やってくる出水で、それから、人が水流のそばにいるということで災害になっている。で、別に川から溢れたわけじゃないというので、今まであるというあれとすれば、例えば谷川岳からこう下山されている時に沢伝いに来てて鉄砲水が起きてなくなるとか、そういうのもありましたが、そういうのと同じように都市でもそういうことが起こるようになりました。で、急激な出水をもたらしたのが突然発生する積乱雲であると。それから、それが上流に起こって、遊んでいた方が気づかない。それから、川
都市の河川というのは非常に流域面積、雨を集めてくる面積が非常に小さいので出水が早いと、それからと同時に下水道網が発達しているということで効率よく水が川に排出されるというそういうところでありました。ということで気象、水門、まあ、あと都市ということで土木と経過、土木工学というのが、まあ、交わったような災害ということです。で、どうするかというのは言いますと、もう逃げるしかないということになります。というので5分でも10分でも早い情報というのがどれだけ人の命を助けるかというのを愕然と気づかされた災害でした。でその神戸の戸川川ですけれども、神戸の真ん中、六甲アイランドとポートアイランド、ここに三宮がありますが、そこを六甲から流れる非常に小さな流域面積が10平方キロもない、降った雨がまあ10分程度でドサッと出てくるような川であります。でこれ梅雨明け後の、写真ですが、2012年に撮った写真、災害の後ですけど、今はあの、看板が立てられていて、ここにサイレントがあってですね、サイレントが回ったら皆さんにすぐ逃げてくださいと。でサイレントは基本的に気象庁の注意報とかが出ると、地元のラジオの電波を通してここに、来て電波が回転させると。それからあと逃げる階段というのが、まあ、一部ありましたけれども、はしごの階段とかですね、まあ、逃げやすいような場をこの後作られていると。それからあと地元の、子どもたちの周りの子どもたちの宣言碑というのがあるんですが、私たちは暗くなってきたり、ピカピカってきたら逃げます。それから逃げるときは雨が降ってきたからといって橋の下には逃げませんというような宣言もこの中にあります。というので地球には逃げるということが非常に大事である。いかに早く逃げるかというのが大事です。でこの時の状況ですけれども、右が大阪湾、向こうが大阪平野で、左が六甲山で川がこう流れています。でこの辺りで災害が起きましたが、災害、まあ、事故と言われると思いますけれども、災害の前直前までは、晴れていた状態、北の方に積乱雲があったという状況になります。でそれがこの川の上流でどさっと大雨をもたらして、これが、主に、都市域の下水管で集められて土川に流れて、天候水になったと。その時の様子がこの時ですが、まあ、横から水がどさっと流れてくるのが分かります。雨が降ったかと思うとほとんど一瞬来ます。で雨が降った、突然降ったのはこの場であって、上流とかこの周囲では、雨がもう降っているという状況です。10分ほどで 1.数 メートルですね。この頃まだサイレンとか看板ないの分かると思いますが、電光掲示板ないの分かりますが、こうサッとにどさっと出ました。ほとんど今ここに映っておられる方は、ここ通って逃げられてますが、このここのちょっと下流とかもう少し下流で、50名以上の方が流されました。でこの時の、気象レーダーの様子ですが、気象庁はこの時10分に1回の配信、それから国土交通省の、管内でのレーダーというのは5分に1度の配信、それを後で、まあ見てるものですけれども、上が引いた絵ですね。メソ的な電線がですね、だん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 下流、南下してきてるその手前で突然、まあ、入道雲が発生して、まあ、トカ川でトサッと出したと。でこれが時間になります。で14時20分から14時40分ありますが、出水の時間、先ほど鉄砲水があったのが14時42分になります。でその時点ではもうこのトカ川というこれ流域の絵ですけれども、この全体でドサッと先ほどの絵と同じように降ってますけれども、その周りで緑色、非常にちょっとまだ弱いパラパラというのが降ってて、でその一個5分手前ではまだ上流だけが降っている状況。で気象レーダーの絵で見ると、まあ、この状況がせめて7分前にあるので、情報としてはもう逃げた方がいいというのが分かりそうですけど、実際当時配信されるのに、情報が配信されるのに10分程度かかって、いました。ということで出水の時点で分かっている、もし、スマートフォンとかで見ててもこういう状況だったということになります。でとにかく出水の時間が雨が降ってから、早いと、流出時間、が早いということで、少しでも早い情報ですね、この10分を短くしたいということと、それから、先ほどからあります上空で、もうこういう状況では上空でちゃんと雨粒が溜まっているだろうと、降水粒子が溜まっているだろうということは別に御昔から1960年前とレーダーで観測が始まった時点から上空でファースト抵抗が見えるというのは、分かっていると。でそういう情報を、まあ、使って早い情報、少しでも早い情報提供にできないかということで、同じ絵ですけれども、
積乱雲の一生がある中で、最初雲レーダーで気象レーダーで見えない雲粒ができて、降水粒子が、生成され始めて、でどさっと来るのが先ほど言った35分にあたるのがここになりますけれども、これが5分、10分、あるいは15分でも早い情報として上空の情報を使うことができればということで、早期探知というのが実際現状で測られているレーダーで、実際に使えないかというので、確認したのがこの2008年の災害の直後、秋冬になります。で基本的には雨の予測ということで、気象レーダーの、画像の外装、それから、大気モデルを用いた、リトリーバーからの可処方とかというので、こういうこともやってきてましたが、基本的に今回、雨が降るか降らないかわからないこの5分10分の情報がいかに大事かと言って、いかにこういうことができないかというのを、すごく認識させられた災害でありました。で今回、これから話し続けられる早期探知、ここのイメージは、ビルの、情報とかを使う場合、もう少し手前かもしれませんけど、基本的には、地上に雨が降ってくる前、あるいは上空でかなり、たくさんの降水粒子が蓄積される前の情報として生かしていくと。で今回、現状化していただいているのは、定性的な情報でありますけれども、将来的には最大降水量何ミリ程度というところまで、定量できればというふうに考えながら進めています。で実際に十和川の豪雨がありました事例をお見せしますが、当時の国土交通省の深山レーダー、レーダー雨量計というのが、国交省の中では珍しく立体観測をしていた、レーダー雨量計、Cバンドの気象レーダーです。で、先ほど言いました鉄砲水が14時42分、それから十和川のエリアで雨が降ったのが14時35分、その20分前の画像になります。で、十和川の西の方の上空、ここでは5、6キロと思ってたんですが、実はもう少し細かい情報を見ると、どうも X レーンで見ると、4キロとか3キロとか低いところでファーストリコが見えそうですが、この時は、この時のレーダー解析では5、6キロのところにありました。で、北の方には濃い雲の列、雲じゃないですが、降水粒子がたまった立体的な列が見えます。でこの絵で下の方に、紺色とか水色とか黄色の等値線書いてあるのが一番低い、レーダービームですね。で見た時に下まで、降水粒子が来てたというような、場合には等値線を書いています。でこれで見ると下には等値線がないということで上空だけに、浮いている、ファーストエコーです。でこの時の3次元観測、立体観測の時間間隔は 7.5 分であります。 7.5 分に一度で見た時のファーストエコーになります。でこれをレーダー号の卵、これ最初漢字で書いてるんですが、だんだん私たちの中でカタカナにちょっとずつ変わってますが、もうちょっと修正するとどこからどこまでがあって分からなくなるので、ちょっとそのままにしていきますが、基本的には最近はカタカナで書くようにしています。でこの時点では地上降雨はまだ降っていないと。これが14時の 13.5 分ということですが、全体観測するのに7分とかかっているというのは先ほどご紹介したとおりです。で、7.5 分後の21分の時間ですが、雲の映像としましては先ほどお見せしたのが14時20分になります。この周囲のですね。で、雲ではこんだけありますが、エコーとしてはまだ小さい。あ、ごめんなさい。ここで、かなりぼやっとした大きいエコーになっています。で、下に少し雨が落ち出しているというのがここに分かります。で、さらに、7.5 分後になると、これは堺から見た対岸の、これ六甲山です。で、左が南でこっちが北で、これ対岸の堺市からたまたま撮られてた写真家の方が、この雲を撮られてましたが、これ対応するのがこれになります。かなりも、上空で、たくさんの降水粒子が蓄積されて、で下にもかなりどさっと降ってきているというのが分かります。で時間的には28分、8.5 分、流域の上流のあたりで、少し降り出してた時間です。この5分後にドサッと降るというものになります。元川の上でドサッと降っているというこの状況になります。でもう一度横からざっと見たいと。もっと捉えやすいレーダーはこの観測体制はないものだろうかというのがこの時のイメージです。もう一度横から見ます。ちょっと今6分というちょっと
手前ですが、先ほど始めた時間がこれです。で上空に、これは真南から六甲山を見た、形の絵を作っています。でここに上空だけ栄光が見えます。先ほど言ったこの6キロの高さでまだ地上には雨は降ってきていません。でだんだん右に移動しながら、降水粒子の蓄積されている部分が大きくなっていくということです。あの色はおよその、レーダー反射位置の強さを表現しています。ということで、こういう感じで見えたということで、ということになります。というので上空のファーストエコーというのは早期探知に多分使えそうだということで、まあ、立体的な情報というのをもう少しオペレーションに使った方が、使ったら絶対使うべきだというので、この話を、発表したし、同時にもう少し感度が良かったり分解量が細かくですね見えることによって、少しでもまだ5分でも早いファーストエコーが見える可能性があるというので、話をしていた頃に、先ほど岩野さんの方からもご紹介ありましたように国土交通省の方で、まあ、X-ray、というのを政令指定都市を中心に導入されたと、アルゴリズム的には基本的には防災会見の方がずっと、作ってられたのが、そうしてこう一挙に、オペレーショナルな情報として、提供できるようなものになりました。で基本的に今言いましたゲリラ豪雨の早期探知も一応見込んだ、形で立体観測を初期から国交省として珍しくして、されています。で近畿、これが近畿での例をお話ししますが、近畿では、4つのレーダーですね、六甲とそれから、枚方、それから少し西の十部山という宇治の方の信楽に近い方の山の中、それから葛城山というので、この神戸、大阪、京都を最低2つの、X-ray で X バンドの NP レーダーで確認という形で、開始されました。観測の方が置かれて、基本的に先ほど言いました10分かかってた伝達時間というのが1分に変わりました。というので10分が1分と、それだけでも大きな改善になっています。それから、ゲリラ豪雨の早期探知というのがこれを使ってどれぐらい有効かというのがこの導入後に、私たちの方で解析をスタートさせていただきましたという、それからあの低高度一番低い行角の、雨の提供時間間隔は1分、それから次の絵に出てきますがこちらが1分ごとですね。それから立体観測の方は、5分で、1セット終わるということで、ボリュームスキャンの方は5分ごとになります。で後で申し上げますが、近畿の都市域だけはですね今1分に1度のボリュームスキャンの情報が出るようになっています。でこれを利用してゲリラ豪雨の早期探知と、後で申し上げます渦度をチェックして、ある程度の渦度であれば、あるいは大きく最大50ミリメーターパワーという強度をもたらすようなものは、最初に渦度がある程度の強さで存在するという確率が非常に高いということで、危険性予測というシステムを構築しています。でこれがまあ初めて、X-ray の立体情報で見た、ファーストエコーちゃんと見えるかという事例であります。でこれが今8月4日12時15分って書いてますが、この時点ではないんですが、5分後の20分ないように実は見えるんですが、拡大するとかすかにも見えると。でこれを今コンピューターで、自動探知ですね、前の時刻に何もなかったところにポッと出ると、という、まあ、近傍を移動も含めて近傍を見てパッと出た時に初期探知ができたと。それからこの後ずっと3次元的に追尾するということを、自動的にやるということをベースに、早期探知危険性予測の手法を作っています。これがどん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 大きくなっていくと。もう一回戻しますが、ほとんど見えないんですね、こんな程度ですね、程度ではズーム引いたところでもですね。で拡大するとこんな感じで、大きくなっていくというのが、まあ、ミヤマレーダーの C バンドで見たのと同じです。でこの後たくさんの事例について、まあ、これは延直断面です。東西、東西南北か場所地区ところによって違いますが、高さで大体、これで見ると4キロぐらいで最初のファーストエコーが見えて、どうもブライトバンドより低いワンレイン的なのが最初のきっかけになっているというのがだんだん分かってきました。ファーストエコーがだんだん低いところで見えるというのが分かってきました。あくまで近畿の8月の事例でありますが、たくさんのエコーで当然、現行観測で上の方でファーストエコーが見えると。で次、危険性予測についてですけれども、これが、5
5分ごとにで見た、下の方のエコー鏡です。立体観測ではなくて下の方のエコー鏡で、その時のドップラー風速を書いているのがこれで、緑色が遠ざかって、すみません、オレンジ系、暖色系が遠ざかりで緑系が近づくで、まあ、この平方のレーダーから見た場合ですけれども、基本的に、まあ、ここで色が混ざっているというのはそれぞれのところで、まあ、渦が見えるということで、渦のチェックをしようということになりました。で、あと、まあ、これは基本全体的にこう動いていってて、で渦を見てもほとんどない場合ですけども、この場合は、発達した場合はこういう事例が多いということが分かってきました。でこれは今回の場合と必ずしも対応するわけじゃないですけども、スーパーセルの場合ですね、まあ、同じようにこういう渦管が立ち上がって、渦度がまあキープされると、まあ、最終的には正の渦だけ残るという話はスーパーセルの話ですけれども、今回それと類似した形でですね、まあ、まずはメッシュ化したドップラー速度で、まあ、ある程度の渦が見えるかと、正式な渦じゃなくて一つの一方向のビーム方向のドップラー速度で推定してますので、まあ、何台かのレーダーはありますけれども、その中の最大のこういう渦度もどきですね、もどき渦度を計算して、ある程度の正の渦度 0.03 以上であると、50ミリ以上、約ですね50ミリ以上の最大公共度をもたらすとすると、まあ、初期に 0.03 程度の、渦度を示すというのが、統計的に分かってきました。でこれがその事例ですけれども、これは最近の事例ですけれども、上が5分ごとに出している下の方のエコー図です。でここで初めて、雨が下に降っていますが、上空では、5分、10分、15分前、もっと細かく見るとここら辺もあるかもしれないですが、ここでファーストエコーが見えた時点で、ちょっと色があれですが、これは渦度を表現したもので、中にちょっと黄色が混ざっているところがプラスということになりますが、プラスの渦度が見えると。でこれを、まずは、2年前の時点での、調査の結果ですけれども、ファーストエコーが見えた時点をゼロ、それから、その後5分10分15分20分というふうに、時間をカウントしていきまして、で緑が渦度、まあ、0.03 以上のこの場合はプラスだけで今カウントしてたんですけれども、最大の渦度ということでプラスということでカウントしてたんですけれども、それがまあ 0.03 以上になった場合、ファーストエコーとして見えた時点でも最初からある場合、それから少なくとも、次の5分の時点、第2ステージですね、ここの時点で今すでに、渦が見えるというような感じの頻度分布になります。それから最大光強度がどこでもたらされるかというと、まあ、50ミリパワー以上の強度ですけれども、それがまあ15分後、20分後、20分後、まあ、かなり広い確率分布ですけれども、少なくとも渦度が見えるところと、それから最大高強度に達する時間というのがセパレートされているというのが、あ、これも使えるぞと言い出した最初の事例になります。今は、これ高が20ですが、今は 4,50 のもので、少し統計量としてははっきりさせたものとしています。ということで、早期探知と同時に、まあ怖いというか、かなり強度のある積乱雲まで発達するだろうという危険性の推測は、ここで予測と書いてますが、推測ができるだろうということで、まあ、システムとしようということで、上空の早期探知、これが先ほど言っているファーストエコーと、卵を卵と言ってますが、でそれをずっと3次元的に追尾しながら、どれだけ渦がキープされているかということです。渦がキープされてればされてるほど50ミリ以上の、まあ、雨になっていく確率が高いというような色表示もできるようにしながら、それが危険性予知になりますが、そういう予測システムというのを構築をしました。これが13年のことです。でこの時の事例になりますが、左が立体の絵で、右がこれ5分ごとですが、これが1分ごとの、地上というか一番低いところの X レインの、通常のプロダクトです。でここで四角が出た時点が、上空でファーストエコーが見えた時、それから赤くなった時が、一定値以上の渦度が確認された時点になります。この場合は最初は渦度は探知されませんでしたが、ファーストエコーが5分前、その5分後に赤くなっている。でこの黒が出た時点で赤の円がこっちで出ます。で当然上空だけで見えてますので、赤円が出た時点ではこちらにはエコーが見えません。で
でこちらでエコーが見えた時点ではすでにこれがもう赤色に変わって渦ほでの危険性というのが、推測されているというような絵になります。もう一度同じことですが、上空でファーストエコーが見えた時点では、低い高度では、エコーは確認当然されません。でその後、渦ほで用いて確認をされた危険性、危険性が確認された時点で下にエコーが待っているという感じになります。でこれを、近畿全体で、3年ほどかけて原料化、試験原料化になりますけれども、関西のみが今対象になっていますが、その話を少しさせていただきます。でこの時、ここで言いますのが、もう一度言いますが X バンドの NP レーダー X レインの情報です。で赤円が80キロ円内になります。でそのうちここのところだけ囲っているところだけ、うまくですねボリュームスキャンのタイミングをずらせると、例えば こっちのレーダーが低い方を見ているときにこっちのレーダーが上を見ているようにすると、ここのところだけ1分に1度程度のボリュームスキャンが実現します。同じように回していると全部5分かかるんですけれども、うまくこうやるとこの中の部分だけ1分に1度になります、という今運用を数年前からしていただいてて、で、まあ、その運用の中でですね、今言った早期探知と危険性予測の原料というのかを進めていただきました。でこれは基本的には国土交通省とそれから間に、気象もよく分かるコンサルタントの会社が入って、あと京大の私たちの研究室で、まあ、月に一度ぐらいですね、ずっと研究会的に、業務なんだけれども研究会的にやりながら、まあ、いろいろ進めてきたものです。でこれがちょっと1年前の絵ですけれども、試験原料化された時点での、画像です。ウェブ上に見えるようになっています。ただし予測情報ですので外に一般に配信はしていなくて、国土交通省の防災無線LANの中だけで今見れるようになっています。でこの X レーンと言われるこの絵は多分同じ見たと思うんですけど、一般の人に公開されている画像で、その上に、このピンクの四角があって、その上にこういう丸、赤丸とかですね、色によってですね危険性が一番怖いのが赤で、ちょっとやばいぞというのが、黄色とかですね、そういう色の変化、あるいは点線のところはもうすでにあったやつがなくなったとかですね、いうような、まあ、いろんな情報が防災の関連の人に見れるようにしてあります。でクリックするとですね、エコー長がどれぐらいであったとか、いろんなですね、危険性の判断に用いた情報が出てきます。でここの原料化されているのは渦度だけじゃなくって、さらに、1分間ごとで見た発達の強さとかですね、そういうのも加味した形で説明変数にしてより精度を高くしています。で見逃しですが、50ミリ以上になるかどうかの見逃しはほとんど数パーセントになります。で見逃しですね、それからあと空振りがあるかどうかというと、それはまだ偉そうに言えなくて、3割4割の空振りはあると、危ないといっても、50ミリ以上にはならない場合もありますというのが現状です。で今年度の時点では一応地方自治体さんで希望されるところには、ウェブ情報のアドレスとパスワードを渡して、その防災の、防災の課の中だけで、参照していただけるようにはなっています。で夢ですけれども、こんな感じで持っています。今ここの部分が終わりました。で、まあ、あるいはもう移動先というのも、出すことができますので、今このシステムで例えば戸川側に赤いのが行くよと、まあ、誤差も含めてある程度の幅で持っていくよとなると、戸川側のサイレントを回すようにしたいということになりますが、今ここのところを、するのが奥でのやりだし2008年にスタートした私たちの夢であります。で今現在ですね、国土交通省の方と兵庫県さんの方が、まあ、この情報を少し使うとかの、まあ、契約の話とか、それから NICT さんがフェーズダレーレーダーを神戸に入れられてますので、その神戸 のフェーズダレーの情報を、まあ、神戸市さんに提供されるという契約はされているんですけれども、その中でまたこの手法をですね使っていただいて、神戸市さんにも使っていただくというようなことを、計画をしています。まあ、こんな感じでずっと動いています。で、まあ、できたら気象庁さんの方もこういうのを、
強化していただいたら非常に嬉しく思っています。なぜかというと気象業務法がありますので予報の情報というのは誰もが出せるものではありませんということで非常に大事な役割を持たれている気象庁さんの方でも出していただければと思います。ですいません時間になっちゃいましたがさらにたくさんの、ファーストエコーを調べてですね渦度が見える瞬間とそれから最大強度となる瞬間、まあ、こういうふうに、こっちが指数的に落ちてこれが少しこう正規分布的になるんですがこれが分かれているということとそれから渦が見えて、最大光強度に達するまでの時間の分布も、まあ、こういうちょっと指数分布すみません正規分布よりちょっと左に傾いて形で平均的に25分というようなことになっています。で、最後にですねここまで今現状できましたけれどもなぜ渦がちゃんとそういうふうなものに使えるのかあるいは渦はいつからあるのかっていう話を見ますとやっぱり先ほどのスーパーセルの、いろんな理屈であったりというのを、考えながらですねちゃんと見ていきたいと渦間が立って、まあ、正のものが、まあ、正だけで正の回転だけ見てきましたが負のものがあるかとで 1年前に気象研で発表させていただくとみんな正だって言ってたんですけどちゃんと見ると負がやっぱり見えてくるということで、に見えてきました。それからあと四角のメッシュに置き換えてからというよりもちゃんともう放射状できっちり、模擬的ですけど渦度を出そうとでこの渦度も1個のレーダーだけじゃなくて、まあ、いくつかのレーダーからちゃんと見てある程度最適化この今回の場合は最大で見てますけれどもきっちり見ながらですできるだけ加工しないデータデータがスキャンしたその面での渦度これ渦度分布ですけどちゃんと見ていって黄色がプラスで青が経度がマイナスになります。でこれを、時間経つ5分ごとになりますけれども、発達していく様子、まあ、気象レーダーで見える状態が発達していく様子でそれを、少し先ほどのパイプ渦管が持ち上がる様子とこう見ながらよく見るとなんか正と渦がペアで、できながら発達しているというのがだんだん見えてくるようになりました。でこれをですね、今時間もっと細かくきっちりやるとこういうふうに斜めになるんですね。気象レーダー下から見てどん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 上に見てますので時間が少しずつずれていきます。でこれをフェーズドアレイの情報今近畿では、牛尾先生ところの判断とにもありますのでその情報も使わせていただきながら非常に細かく渦度の成長を見ていきたいというふうにして今解析を進めています。であとレーダーだけの話なんですが気象研の荒井さんとかが進められている GDR ドーム、まあ、上昇流の場所の存在を明かす指標になりますのでこういうのと場所がどれぐらい合うかというような検討も今始めています。で最後、3枚ほどになりますが今 MP レーダーでずっと、まあ、エラ号の早期探知と危険性予測を使ってやってきましたけれども今フェーズダーレも使って実施していますが先ほどから雲レーダーの話がありますで雲レーダーもこの 2,3 年観測しています。それからドップラーライダーについても NICD さんこれはまあ兄弟の生存計算一緒にやってますが、まあ、できたら境界層レーダーも見て直接サーマルも見ながらサーマルの時点からの渦形成というのをこれはもう、現状予測に行くまでのきっちりした観測として、皆さんとやっていきたいというふうに、思っています。当然、まあ、もう粒子の形成等も含めてですね実質に見ていきたいと。で最後になりますが MTSAT のラピッドスキャンの情報も今回夏初めて経験しますのでそれも、まあ、できるだけ有効に使えるかどうかというのを見ながらですね今この近畿の場ですけれども X レインが今最後に4つあります。それから、GPS 観測上無理でもしていましてそれから今言いました XMP これは明大のものを持ってきていただいたんですがあるいは京大の経営バンドそれから NICT さんのライダーというのを貸してもらいながらですね今フェーズアレイが2機、それから、ビデオゾーンで観測も、都市で、行えるようにこの2年でなりました。それからフルの小型レーダー今、宇治と桂キャンパス京都にちょっと置きながらですねこういう共同観測というのは皆さんと実施しているあるいはこれからあと3年5年ですね主に科研費をベースに実施していますけれども、まあ、このどんどん進めながら、これがまた次の現状観測いくつかがですねなっていくというのを目指しながらやっていきたいと思っています。以上が、今日のお話でございます。どうもちょっと時間つきまして申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。中北さんどうもありがとうございました。それでは何か質問等ある方中北
ですね、面白い話ありがとうございます。はい、渦どの話がですね、大変興味深かったんですけれども、はい、ファーストエコーと渦の関係をちょっとお聞きしたいんですが、あのファーストエコーっていうのは、東岸の例みたいにかなり高い5、6キロって非常に高いことですよね。はい、ただし、多くの積乱雲がもっと低い2、3キロでも起こっているものの方が多いと。はい、その先生が解析された渦っていうのは、やはりその、検出されるのは比較的発達する高い高度での積乱雲、ファーストエコーが5、6キロのものに、偏るという、そういう理解でよろしいでしょうか。今までの C バンドだとですね、ちゃんとお答えします。今までの C バンドでしたら、最初ミヤマレーダーとか多分見えてたのが、この辺りなのかもしれませんと。でそれが、X-rayで見ると非常に細かく見えてきたりしているので、今ファーストエコーがこの低いところで見え出しました。というので、結構低いのが多い、実は。で低い時で見ると、渦で言うと、負がやっぱり少なくって、プラスの渦とかなぜか買ってるというのが多い。というのが今の現状になりますが、今の質問に答えてますか。で、渦像で言うと、そのピークっていうのは、やはり5、6キロで見える時も、もうちょっと時間が経つと、低いところでも見えるんでしょうか。低いところと高いところ、渦は、渦と関してつながってます。で強さはどっちが強いんでしょうか。強さはね、まだちゃんと調べてます。ステージをちょっと正規化した形 で一番てっぺんに比べたら少し上よりも下3分の1ぐらいから真ん中あたりがどうも強そうだっていうのがあります。今までの、たくさんの事例では見てますけれども、まだ統計的にはっきりそうとは言っているかまだ言ってません。だから一番上ではないですし、一番下ではないというのではないかというふうに。でウォーターで 0.1 億を売るくらいかなり強いものも中にあるという。はい、あ 0.1 それぐらいいくときあります。はい、ということはそのいわゆるメソサイクロンとマイソサイクロンと言えるくらいのものも存在するという、はいはい、そのことですね。ありがとうございました。ありがとうございました。他に小林さんからお話しあったんですけども、はい、渦度が 0.03 っていうのは、まあ、メソサイクロンっていう定義に該当するようなもので、まあ、それがメソサイクロンを持っているものをスーパーセルということが一般的なんですけれども、その50ミリの雨を降らすものはスーパーセルになっているという、そういう、いやそうだとは思う、いやすいません、だから 0.03 は定量的にまだどれぐらい正しいかどうかは、言えないと思います。不確定性が高いの でよりちょっとこういう四角長方形のメッシュなのでより細かく実際のレーダーの分解能で、先ほどの疑似渦度というのを出し出すと 0.3 が実は 0.03 です、すみません 0.03 ですが 0.03 が実は 0.01 であったとかですね、ちょっと下方修正気味に今値が出てきますので、その0.03 がちょうどその差だから識値だから、そこの持ち方判断できるかってそこまでまだいかないと思いますし、で今私たち見てるのはスーパーセルだとは思ってませんので、そういう意味ではスーパーセルタイプぐらいのものが、渦として出てるとは思わない方がいいんじゃないかと。むしろスーパーセルタイプじゃないのになぜこういう構造が出てくるかという方が興味がひょっとしたらあるのかもしれないというふうなぐらいの見方で、エコーとか。まあ、いずれにしても延直渦度ができるっていうのは結局延直視野がある中で体力を受けているのが重要だということだと思うんですけども、まあ見逃しも何割かはあるというお話で、その50ミリを降らせたものの中で、延直視野の、まあ、今渦度を伴っているものとそうでないもの、あ50ミリ降らせたもののほとんどは渦度を伴っています。あそうですか。はい、そういう意味で見逃しは非常に少ないです。ただし今言いました渦度があるからといってそれまで強くなるかというと必ずしもそうでないという意味の見逃しが結構多いですという意味でございます。はい、環境場から見たときにその延直視野があるような場の中で強くて起きているかどうかというのを、例えば数値モデル の解析値で環境場を評価したときに、はい、実際に起きているものとどうで対応があるかっていうのを、はい、ちゃんと実施しないといけないですね。はい、さらに、はい、ありがとうございます。基本的には視野はあるときがこうなっててっていうふうに思っています。
どうもありがとうございます。チェックしたいと思います。ありがとうございます。他にないでしょうか。孵化しない卵が3割あるっていう話をしてたと思うんですけど、そんなこと言うそのことはいいですでも、まあ、確かにでもそこが解決できたら素晴らしいなと思うんですけど、はい、その孵化しないっていうのは例えば今見えてる渦道とかで何か傾向は見えたりするんですか。いや、まだ見えてません。渦道があってもなくても、渦道以外のいろんな収束とかね、で、まあ、メソモデルから出てくるような、まあ、現状の方がですね、少しいくつかの説明ですも加えながらでもちょっとそれぐらいまだあることなので、ちょっとまだ原因が分かりきれていないというのが実情ですね。分かってれば空振りがもっと減っているはずですので、そういうのでいろいろアイデアというか教えていただければとは思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。孵化した場合は渦が、うんうん、それは分かります。すごいです孵化に何かないでしょうか。孵化に、はい、清水さん。防災科研の清水です。この手法というのは、はい、基本的には孤立したような積乱雲に適応するようなものなのか、それとも、まあ、卵の例で言えばカエルの卵みたいに卵がいっぱいあるようなところで、トラッキング技術っていうんですかね、どの卵がどの卵だったかっていうことを追跡が難しくなるような事例だと、これはどれくらい適用できるのかについて教えてください。はい、元々の趣旨は、あ、すみません、すごい関西弁ですけど、元々の趣旨はゲリラ豪雨ということで、まあ、周りに何もなく降ってない時、要するに単独積乱が目的だったんですけど、今みたいに原料化していただくとですね、丸がつかない雨が出てくると。でそれが今清水さんおっしゃったように、バックビルディングタイプのような組織化ではないんだけれども、いくつかがこうある場合ですね。でその時は基本的にはできないかというと、今おっしゃったようにトラッキングができなくなるというのが最初でした。でそれがこの1年で少し改善していただいてですね、つながっている場合でもセパレートしてトラッキングができるようには事例が増えてきているという、そんな感じになります。はいはい、まだまだトラッキングができるようにしないといけない部分もあると思いますが、かなりそれでできるようになってきているということです。はい、ありがとうございます。名古屋大学の篠田です。お話ありがとうございました。これですと、関西です、大体デュアルの圏内だと思いますけれども、この渦のあるケースと渦のないケースに関して、デュアルドップラー解析から上昇流の相違っていうのは求められたらどうかなと。まだ出してないので、それは今年、渦がある方が学生さんも実は来てるんですけど、今度ここで言ってもらったらいい年になると。それも やらないといけないし、それから今おっしゃった GDR の、はい、ドームとか KBB ドーム、あ、コラムですね、はい、てないし、はい、去年も気象行った時にモデルでやらないんですかって聞かれて、はい、まだやってない。はい、ありがとうございます。いいです、はい、すみません。ぜひ聞いておきたいことないでしょうか。ありがとうございます。はい、若月さん。筑波大学の若月です。はい、うつ度が検出される場所は対してエコーの遠辺部とかに、遠辺部が多いかもしれませんね。エコーがあるところとないところで、はい、現実の視野、渦じゃないものをリテクトしている可能性もあるんじゃないかな。ある程度空間的に組織化されてないような、例えば精度渦との集まりは、要するにノイズっぽいところは危険性があります。はい、おしゃできるだけノイズっぽいのはまだこれなんかそこまで自動にまだできてるわけじゃないんですけど、少なくともこういう解析してる場合は、ノイズっぽいところを外しながら、まあ、やってるという、まだ管理対応ながらこの解析ではですねやってます。はい、まさしくおっしゃる要注意点だと思います。はい、ありがとうございます。他ないでしょうか。はい、興味深いお話ありがとうございました。はい、気象庁の鈴木ですけど、はい、うちも渦とか結構検出する方のをやってるんですけど、今回のこの卵の渦っていうのは、はい、スケール的にはどのくらいの大きさの水平スケールがあるんでしょうか。小さい、スケール的にはね、
1キロ四方ぐらいか、もう少し小さ、ただもう少し小さくなるとノイズっぽくなるので危険かもしれないですけど、それぐらいのスケールで見ています。あ、はい、もっと小さな竜巻スケールではないなのです。はい、でもう少し大きな10キロぐらい程度の渦というので3年前やったことあるんですが、それは、こういう指標には使えないというのが逆に分かりました。10キロとか、まあ、少し大きな循環的に見える場合ですけれども、はい、というような感じになります。他にないでしょうか。あのちなみにこのメッシュが1キロに対応します。で、あの一つ一つが200メーター程度ですね。それがいくつか集まった程度という形になってます。すみません。他いいでしょうか。それでは北さんと、はい、どうもありがとうございました。たくさんご覧いただきました。ここで休憩時間で一応20分。